I received a special gift last Christmas. 昨年のクリスマス、思い出がたくさん詰まった特別な贈り物をもらいました。メイがくれたその品物は、私は結婚して実家を出るときに他の荷物とともに残していったものでした。その贈り物とは、今手に持っているこの小さな茶色い本です。この本は第二次世界大戦の時に軍隊に入った松井生徒の軍人に贈られたものでした。私自身はこの本をヒーバー・ジェイ・グランド大艦長と顧問のジェイ・ルーベン・クラーク・ジュニアとデビッド・オー・マッケイからの贈り物と考えています。この3人の預言者、神の預言者は本の巻頭の手紙の中で次のように書いています。軍の所持により皆さんと直接、あるいは代理人を通して個人的な連絡を頻繁に取ることができません。私たちが選んだ次の最良の手段は、現代の啓示の一部と福音の原則に関する解説を皆さんの手にお渡しすることです。皆さんがどこにいようと、これらの教えは新たな希望と信仰、さらには安心感と慰めと心の平安をもたらしてくれるでしょう。今日私たちは別の世界大戦のただ中にいます。今度は武器を使った戦いではなく、思いと言葉と行いによる戦いです。それは罪との戦いであり、私たちは今まで以上に戒めを守ることを心に留める必要があります。世俗主義が蔓延していた、いて、その心情と慣習の多くは、主ご自身が子どもたちの益のために設けられたものとして安排しています。小さな茶色本の中には、大艦長会からの手紙のすぐ後に軍務に就く人々に宛てた、立法への従順は自由をもたらすと題された軍務に就く男性の前書きがあります。この前書きには、軍務に就くすべての人の益のために設けられた軍法と神の立法が比較されています。前書きにはこうあります。神が司令官を務める宇宙には普遍的で永遠の立法があり、その立法には特定の祝福と普遍の罰が伴います。前書きの最後の言葉は、神の立法に従うことに焦点が当てられています。もし皆さんが誇りを持って家族のもとへ戻りたいと望むなら、人として実り多い人生を送りたいなら、神の立法を守ってください。そうすれば、皆さんが戦争で守ろうとしている尊い自由に加え、人々が頼みにしているもう一つの自由、すなわち罪からの自由を守ることができるでしょう。なぜなら、本当に立法への従順は自由をもたらすからです。どうして立法への従順は自由をもたらすという言葉が当時の私の心に響いたのでしょうか。どうして今日の私たちの心にも響くのでしょうか。この言葉が心に響くのは、前世に関する知識が明らかになったからかもしれません。時の初めに永遠の父なる神がご自身の計画を提示されたとき、サタンはその計画を変えようとしたことを私たちは知っています。サタンは全人類を贖うと言いました。誰一人失われることがないその計画をサタンは成し遂げられると確信していました。ところが、その計画には決して容認できない代価が伴いました。すなわち、神からの賜物である選択の自由が損なわれるという代価です。この賜物についてハロルド・B・リー大艦長は次のように述べています。選択の自由は、神が人に与えられた賜物の中で命の次に大いなる賜物です。したがって、サタンが人の選択の自由を軽視することは些細なことではありませんでした。実際のところ、選択の自由こそが天上の戦いの一番の争点となりました。天上の戦いの勝利は、人の選択の自由が勝ち取られたことを意味します。ところが、サタンは引き下がりませんでした。サタンの代替計画、すなわちアダムとエバの時代から実行してきた計画は、男女を誘惑し、神がお与えになった選択の自由に私たちがふさわしくないことを本質的に証明することでした。サタンがなすことには多くの理由があります。
その中で一番強いのは復讐という動機ですが、男女を自分と同じように惨めにする目的もあります。私たちはサタンの成功への執着心を決して軽視してはなりません。神の永遠の計画におけるサタンの働きによって全ての事物に反対のものが生じ、私たちの選択の自由が試されます。皆さんや私が行う一つ一つの選択は選択の自由の試しです。すなわち神の戒めに従うか従わないかを選ぶことは、実は自由と永遠の命を選ぶか束縛と死を選ぶかの選択なのです。この基本的な教義は第2ニーファイ2章27節で明確に教えられています。そのため人は肉においては自由であり、人のために必要なものは全て与えられる。そして人は全ての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めているからである。いろいろな意味でこの世はいつも戦争状態にあります。この小さな茶色い本を送ってくれた時も、大韓教会は第二次世界大戦よりももっと大きな戦いを懸念していたのだと思います。より大きな戦争、すなわち罪に対する戦争において、この本がサタンとその軍勢に対抗するための盾となり、神の戒めを守って生活することを私に思い出させるものとなってほしいという彼らの願いも込められていたのだと思います。自分たちの状態を測り、前の世代と比較する一つの方法として、最後の基準の一つ、すなわち10回があります。文明社会の大部分、特にユダヤ教とキリスト教の世界において、10回は善悪を区別するための最も広く受け入れられている永続的な基準です。私が思うに、10回のうち4つはこれまでと同じように真面目に受け止められています。文化的にも私たちは殺人や盗みや偽証を嫌って強く非難していますし、親に対する子どもの責任についても信じています。しかし社会全体としては日常的に残りの6つの戒めをないがしろにしています。この世的な優先順位から読み取ることがあるとすれば、人々は確かに誠の神のほかに神としている事柄があるようです。人々は有名人や生活様式や富、そして時には刻んだ像や物を偶像にしています。簡単や罵りの言葉も含めて、人々は神の御名をあらゆる不敬な方法で使っています。安息日に最も大きな試合、最も真剣な娯楽、最も多い買い物など、礼拝を除いてあらゆることを行っています。結婚した夫婦以外における性的な関係を娯楽や遊びと見なしています。そして貪りは日常茶飯事となっています。あらゆる真剣時代の預言者は最も重大な2つの戒め、